あなたがそう望んだわけではないんだけども、好きになったお相手が既婚者である場合がある。既婚者が好きなわけではなく、たまたま好きになった相手が既婚者だった。そんな時に自分の心にどのようにブレーキをかけるべきか、そんなお話をご紹介していきたいと思います。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問、ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。人と人、男と女は出会ってみないとわからない。どんなにね、自分で自分を律することができる、そんなことがね、自分で思っていたとしても、その場になってみないとね、わかんないことってあったりするんです。もちろん総合的にね、全体的にこう自分自身をどうコントロールしていくかっていう議論はそれはそれであって、まあその問題はね、こういう動画の、動画じゃない、こういうセミナーの中で、ご紹介をさせていただいているので、まあこれ恋愛とかね、まあ色恋という話だけではなくて、生き方そのものに対してね、自分の心をどうコントロールしていくかという話、リンクがここに出てますから、まあ日程なんかもね、こちらに出てますから、まあこちらにお越しいただければいいんだけども、まあここではね、いわゆるこう色恋という問題、特に既婚者との恋愛という問題についてね、ご紹介をしていこうと思うんです。まあ出会ってみないとね、どんなにこうね、自分はそれはあかんことだよっていうふうに分かっていても、自分の心ってね、やっぱり分かんないじゃないですか。その場その時その状況になったらね、しかしそのまま心をね、解放して突っ走らせてしまうと、まあ後々になってからね、後悔することも少なくなかったりするんです。じゃあそのためにあらかじめね、自分の心にブレーキかけるためにはどんなことを考えればいいのか、どんなことをすればいいのかということについて、今日はね、5つご紹介していこうと思います。もちろんね、この5つに限った話ではなくて、自分の心にブレーキかける方法だとか、もうすでにね、ブレーキ壊れちゃってね、どこでどうなってんだかよくわかんなくなっちゃってる人とかもいたりすると思うので、まあそのあたりはね、また僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながら、より個別具体的な問題解決の方法についてご紹介させていただいたり、一緒に問題解決のね、取り組みをしていくことができると思いますので、リンク先がこちらに出てますからね、まあ、こちらからご希望の日程選んでいただいて、お申し込みくださいませ。ということで、既婚者を好きになった時にね、自分の心にどのようにブレーキをかけるか、その方法5つ、そのための1番目はこちらですね。はい、こちらです。2人きりに、ね、ならないことです。2人きりになると、どんなにね、自分で自分にブレーキかけられると思っていても、やっぱりね、何かしら事故が起こる可能性っていうのはぐぐんと高まる。あなたがね、彼に対して好意を抱いている。彼はね、まあそんなあなたの好意もなんとなく分かっていると。まあそういうシチュエーションができてしまうと、結果的にね、そういう話に転がっていく可能性ってすごくあるんでね、それまではいやいや、私はね、まあ心で思ってるだけで、そんな風にね、実際に彼に何かを言おうとか、彼とどうにかなりたいとか思ってるわけじゃないんです、なんていう風に言ってもね、結局1対1で話をする場面ができちゃうと、で彼がね、なんで俺と付き合いやみたいなね、ことを言ってきちゃうとね、お相手が既婚者だと分かっていてもブレーキ効かなくなってね、コロコロと、そっちの方向に転がっていってしまうこともあったりするので、まあそこはだから自分の心にブレーキをかけるというよりは、まあそもそもね、ブレーキのかからない自分を知っておいた上で、環境にブレーキをかけるというふうにね、考えた方がいいかもしれません。だからね、もうそもそもそういう意味では自分を信用しない、そういう状況になったら私危ないから、もう、二人きりにならない、そんなふうにね、考えておいて誘われてもね、行かないとか、当たり前だけど自分からね、そういう状況を作ろうとしないということです。いやもうね、そんなそもそもね、ブレーキなんかしたことかと、まあ私は行くとこまで行くんだみたいなね、まあ燃え尽きて灰になるまで行きたいという方は、こういうね、過去に動画をご紹介させていただいているので、まあ自分からね、ガチンコで落としに行きたいっていう方は、まあこちらへどうぞということではあるんだが、リンク先はここに出てますからね。ちょっと自分でね、ちょっと危ないなと思う方は、今言ったように、最初からね、そういうところに近づかないというか、そういうシチュエーションを作らないというふうに考えていただくのが一番いいのかなと思います。さあ、そして2番目ですね。はい。何もしないことです。なんかね、したくなっちゃうんですよね。やっぱりこう、好きだから。興味があるしね。まあ何かこう、せめてね、自分が好意を持っていることだけでも伝えたいとか、大切に思っていることだけでも伝えたいとかね。いや、だから伝えてどうすんだって話だよね。そして、ね、伝えたところでその先はないわけだし、その先にね、何かいいことがあるんだったら、
で、まあそういうこともいいのかなと思うけど、実際はそういうわけでもないわけでしょ。でもなんとなくこう自分の気持ちの中でもやもやして、何かねこう行き場のない感情をどっかにこう吐き出したい。だからそれをね、とりあえず彼に伝えれば何かね自分の中でスッキリするんじゃないか。いやノーと言われるんだったらノーと言われてもいいと。いやじゃあイエスと言われたらどうするんだって話だよね。だからもう何もしない。そしてね、何もしないことはいいことなのは、結果的にね、これほぼほぼみんな共通なんですけど、大体ね飽きるんですよね、考えてて。彼のこと考えていて、やっぱり好きやなとかね、こう普段こう目につくからあすごくいいなとか思ったりするじゃないですか。で、なんか間違ったこととか起こんないかなとか期待とかしちゃったりしますよね。でもね、ほっとくとね飽きんだよね。あれなんで私この人好きなんだろうとかね、あれなんかこんなこと考えてるのバカバカしいなっていうことがある日突然ねやってくる。だからその嵐が去るまでちょっとね待っときゃいいの。だからその間に余計なことしないで、じっとして、まあ二人きりになろうってもな、ならない。まさかね自分からも何か起こそうなんていうこともしないと、じっとね耐えて待ってると、あれまあ別になんかすごいどうでもいいや、なんであんなの好きだったのかなとかね、突然思ったりすることがあるので、それまでは待っとくことが吉と、いうことです。さあ、そして3番目です。別の相手をね、探してみてください。まあ2番目にも関連するんですけど、やっぱりね、今は目の前の人しかいないと思っていて、あこの人が私のやっぱりタイプだな、だけども既婚者だから残念だ悔しいなっていうふうに思ってはいるけども、まあ全くね、やっぱりこう別の人っておらんのかなっていうふうに、こうぐる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 目を向けてみると、あ、意外に好条件っておったりするよねと。そして、人間としてね、また男としてあの人がいいなと思うことは確かにある。しかし、具体的にね、こう条件面とかね、じゃあ実際にこう会ったりとか、お付き合いできたりっていうことを考えたりすると、まあこっちの別の独身男性の方がね、全然関係としては楽だったりするわけですよね。だからまあ人って結構合理的だったりするんで、最初はね、感情のね、感情に支配されてあの人しかおらんとか思ってるけど、まあ意外にね、いろんな人に目を向けてみると、あ、意外になんかこっちもいいかもしれないね、あ、意外にこういうのはまあドキドキはしないけど楽かななんていうことで、思い出す。そうする、そうこうしてるうちに、まあこれもね、また彼への感情っていうのは飽きてくるんでね、あ、別にそんなに、まあ好きは好きだけどそんなでもないかなっていうふうにやっぱり思い出してくるんでね、まあ女の人って割とやっぱりそういう意味では男以上に、結構冷徹でね、意外と、合理的だったりするので、自分にとってこう手に入りそうもないものっていうのをいつまでも考えてないんですよね。手に入らなければ、まあ、そのうちまあいいかなっていうことで勝手に気持ちが冷めていくことがある。そしてこっちにもっとね、手に入りそうなものがあれば、じゃあこっちの方が話早いかということで、気持ち切り替わりやすいので、まあそんな風にね考えていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして4番目ですね。はい、これ結構大事ですね。預金通帳をね、確認してください。いや、いいんです。だからもう、彼と行くところまで行くんだということでね、行くんだったらその前に、自分の預金通帳をちゃんとね、見ておいて、まあ、万々が一ね、事故が起こった時、彼から、まあ、彼のね、嫁さんとかね、まあ、もしあなたが既婚者だったら、あなたの亭主から、慰謝料の請求をされるとか、またね、既婚者だったら、いや、ほっぽり出されるとかね、したときに、まあ、どうやって生きていくかということは、これは現実的にね、考えていかなければいけないことなんでね。で、まあ、慰謝料相場とかをね、よくインターネットで調べたりする方いますけど、慰謝料に相場なんてないんでね、あくまでもこう、相手がいくら請求したいかっていう問題だったりもするので、あんまりこうね、じゃあこの金額だったら OK かっていうよりは、もう本当にね、できる限り多めの金額を持ってるようでないんだったら、ちょっとお考えになった方がいいかもしれません。だから結局ね、だって慰謝料を、じゃあ例えば結構な金額の慰謝料の請求来て、まあ、減額の交渉をしましたと、じゃあそのために弁護士さん入れましたと、まあその弁護士費用もそうだし、あとはまあ後々ね、まあそれで職を失ったり家庭を失ったりとか、まあいろんなね状況環境が変わっていった時に、またそこでね、またお金がいろいろかかっていったりするんでね、じゃあそれだけ大きな損失をした時にどうなのかね、まあそれでもね、向き合っていくべきお相手なのかなっていうことを考えてみると、いやちょっと待てよということをね、一歩立ち止まって考えることができるので、まあ、そこはねちょっと自分の預金通帳とかね、まあ、預金通帳がなかったとしても場合によってはね、まあ何でしょう、こうキャッシング枠とかもね、どれぐらいあんのかなと、どれぐらいだったら払えるかなっていうこともちゃんと考えておいた方が
いいですよ。ね、まあ、色恋の問題に金の話すんなっていうふうに思うかもしれませんけど、まあ、金の話結構大事だったりするんでね、特に既婚者との恋愛についてはね。だから、まあ、金のない男とは付き合うな、金のない男とはね、不倫すんなって話は、いつも申し上げている通りなんです。まあ、こちらにリンク先出てますからね。まあ、こういう男とは、もうね、あかんってやつね。リンク先はここに出てますから、まあ、こちらもね、一緒に見ておいてください。さあ、そして、最後です。全体的なね、損得で考えていただきたいんです。だから最後の最後はね、あなたがハッピーになるかどうかっていうことだったりするわけじゃないですか。どんな恋愛だでもいいんです。別にね、社会的に問題があろうが、他人から後ろ指刺されようがね、あなたが別に最後幸せだなと思うんだったら、まあそれはそれでいいとしましょうと。ただ、本当にね、幸せになれるかどうかっていうことですよね。いろんなものを失ったりとか、いろんなリスクを犯して、まあ、さっきも言ったようにね、こう、社会的に後ろ指刺されるようなことをした結果として、でも、最後残ったのは虚しさとかね、悲しさだけだったって、なんだこれっていう話になるんだったら、まあ、やめといた方がいいよねと。ただ、多少ね、リスクがあって、多少危険な橋を渡ったとしても、まあ、それ以上の価値のある恋愛になりそうだとか、まあ、それこそね、彼との関係っていうのは、あなた自身の成長を促進させたりとかね、またあなた自身が大きな学びをそこから得ることができたり、いろんな経験ができてね、まあ、それこそね、彼との不倫、恋愛、これはもうプライスレスだと。いうふうに考えられるんだったら、まあ、それはそれでね、まあ、突っ走ったらどうですかって話だけども、まあ、総合で考えたら確かにプラスな面もあるけど、マイナスな面の方が、まあ、結構多かったりもするが、だったら足して引いて損かなっていうふうに考えるんだったら、まあ、そこでね、そんなことをわざわざするやつはいないので、感情に支配されて、どうしてもね、好きだからっていうことで、バーンって言ってしまいそうな時あるかもしれないけど、まあ、もうちょっとそこはね、感情に支配されてる時だからこそ電卓パチパチ叩いてね、まあ、さっきの預金通帳の話と同じなんだけど、ちょっとあかんかなっていうふうに思うんだったらね、あかんっていうふうにしといた方がいいのではないでしょうか。まあだからその話はね、これはもう本当に不倫という問題だけではなくてね、やっぱり損なことというか、自分でね、こう損だと分かっているようなことをする必要はないよねと。だからそこに地雷が見えてるのにね、わざわざ地雷原に飛び込んでいく必要ないでしょ。だからこの動画ね、リンク先がここに出てますから、こちらの方を見ていただいて、ちょっとね、これは損得で考えたら損だなと思うんだったら、そこでね、自分でブレーキかけられると、いうことです。さあ、ということで今日はね、5つご紹介をさせていただきました。ね、繰り返し申し上げるように、人と人、男と女のことは本当にね、分かんないです。答えがないですよ。だからこれがね、正解だとか、まあね、必ずこうなるっていうのは言い切れない。でも明らかにね、社会的なリスクっていうのはあるっていうのは、これはもう間違いないことなんで、ね、既婚者に対して好意を抱くということは、そしてまあ好意を抱くだけだったらいいんだけど、その抱いた好意を表に出すということはね、じゃあそれをした時にどれぐらいメリットがあるのかということをね、全体で考えて、少しまあ必要だったらブレーキかけてね、まあブレーキかけなくてもいいやって言うんだったら、行くそこまで行っていただいてと。まあ、どっちでもいいんだけど、ちゃんとね、理性的な判断をした上で、行くところまでね、行くか、止まるなら止まるで、考えた方が、後々自分にとってもね、納得いくし、また、周囲の人にもね、やっぱり迷惑かけないので、最後はあなたが決めればいいことなんだが、まあ、前に進むか止まるかのところはね、ちょっと冷静に考えてみるといいのかなと、思います。現場からは以上です。